敵反応多数確認。うん、ワクチン投与。16% に上昇。 NFCS 回路に異常を検知。他のアンドロイドに汚染を広げないようにしないと。ポッド、アンドロイドの反応が少ない地点を検索、報告。商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければヨルハ機械 2B に深刻なダメージ。分かって。汚染度 21% に上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で回転進化しており、除去が困難。
35% 以上昇、視覚処理システムに異常を検知。
中枢神経系に異常な発熱を検知、内部爆発の危険性ある。2B のブラックボックス信号を検索。 2B のブラックボックス信号。地図にマーク。警告、大型の振動を感知。地下の構造が不安定になっている模様。大規模地震の可能性を示唆。推奨、早急な離脱。離脱なんかするわけないだろ。
夜破棄隊 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。夜破棄隊 9S は本日破損部分の復元再起動可能状態にある。夜破棄隊 A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯確認。 A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば我々は夜波支援士 A2 および 9S の機体が稼働するなら同意。 A2 および 。それじゃあ司令部を言ってみよう。ここは私が。ダメ、ヨンゴ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。なんだ、お前。私は随行支援ユニットポッド04に夜破棄隊 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの採取。必要ない。夜破棄隊 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。力の差は歴然だ。要請、夜破棄隊 A2 の行動目的の開示。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。はあ？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。